僕、委員長様よりご挨拶を頂戴したいと思います。おはようございます。おはようございます。私どもの、申し出を快く受け入れていただきました。感謝申し上げます。今回町田市も保健所政令市ということで、近々控えているわけでございますけれども、御市にあたってはもうすでに6年を経過されているということで、痛いところまた大変なところまた非常にスムーズに移行しながらも問題点またいいところ等々教えていただきたいと思って今日伺ったような次第でございます。私たち保健健康福祉常任委員会一人一人が町田市に今回その政令市となるわけでございますが、この辺にあたりまして、一つ一つ勉強していきたいという思いで伺いました。ぜひご教授いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。